はい、今日はですね、B ステージのキッチンカーの中ですね、中を制作してくださっている久保工房の方に、群馬県にあります久保工房の方にお邪魔しています。で、こちらが制作者の久保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、久保工房の久保と申します。いつもご視聴ありがとうございます。まあ、こんな手狭なところで、普段ガタガタやらせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、久保さんの方に制作上のこうキッチンカーの質問を私がちょっと考えてきましたので、ちょっとずつ聞いていこうかなというふうに思っています。ではよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。で、まず1個目なんですけれども、制作上の上でですね、気をつけていることなどがあればお願いいたします。できるだけですね、まあ、丁寧に、手を抜かないで作るというところで、あと綺麗にですね、作らせていただいている形になります。はい、デザイン的にもですね、特に女性のお客様が多いので、可愛くできるだけですね、させていただきまして、まあ、私がもし欲しいなと思うとすれば、こんなデザインかなというのを、まあ、勝手ながら作らさせていただいております。ちょっと細かいところになりますけれど、ネジの頭を一つずつ一応書きさせていただいておりまして、あの見た目ですね、ネジが出ないようにはさせていただいたり、まあ、とにかく丁寧にかぶせたりするんですか、そのネジが見えないように。ウッドパテというものでですね、一つずつ埋めるんです。で、こうサンダーをかける感じになるんですけど、見えなくなるんです。すごい、ありがとうございます。じゃあ次ですね、こだわっている部分や、アピール、久保さんがアピールしたい部分のポイントを教えてください。はい、できるだけですね、一応あの使われるお客様の立場に立ちまして、ここに棚があった方がいいかなとかですね、蓋は大きめの方がいいかなとかですね、位置とですね、取っ手が持ちやすいかどうか、一応金具一つ一つもですね、一応あの気を使わせていただいております。まあ、女性のお客様に関しましては、あのコンセントの刃ですね、取っ手もいろいろありますので、可愛いのできるだけつけさせていただいております。可愛い、可愛く仕上がってていいなと思います。実際にそのお客さんがここに来て話し合ったりすることもあるんですか？一度ですね、店長さんがあの連れ、お客様が来たいということでですね、あの女性のお客様でしたけど、じゃあ話し合っていただきまして、大変あの勉強になりました。よかったです。ちょっと緊張いたしましたけど、はい、緊張しますね、確かに。もう頭が、あ、ね、あ、サボりましたありがとうございます。じゃあ次ですね、今までに作ったキッチンカーの中で一番記憶に残っているものがあれば教えてください。みんな気持ちを入れさせていただいたんですが、はい、まあえて言わせていただきますと、ガラスを使わせていただきましたあのパン屋さんですね、ドルミパンさんの方でお使いいただくということで、各オーダー車を作らせていただいてるんですけど、まあ、一番ですね、頑張らせていただきました。ガラスはやっぱ加工するのとかが木よりは難しいですね。そうですね、あのいつも木を使ってましてね、ガラスは使うの初めてだったので、まあ、傷をつけないようにと思いますね。そうですよね、はい、すごい柔軟に対応、勉強になりましたすごい、ありがとうございます。じゃあ次ですね、このキッチンカー、かわいいカントリー仕様になるためのこの制作をするにあたって、何かイメージをしたものがあったりとかはしたんですか？特別写真を見たとかってことではないんですけど、私若干ちょっとあの外国の方にちょっとかぶれてるところがありましてですね、まあ家もちょっと輸入住宅でですね、まあ、ちょっと非国民的なところがあるんですが、あのヨーロッパ系のものが好きなものですから、窓も R にしたりですね、まあ、要するに外国のイメージですね、外国の可愛い、あのイメージ、好きな女性の方も多いかと思うんですけど、を使わせていただいたっていう感じです。うちもすごいさっき見たけど可愛かったですね、あの外回りも自分で、そうなんですね。じゃあちょっと後でチラッと、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後ですね、お客様に何か一言あればお願いします。いつもあのお使いいただきまして本当にありがとうございます。できるだけですね、使い勝手のいい販売車を作らせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。いつもですね、あの完成いたしまして最後にですね、私何の力もないんですが、ご商売が繁盛されるようなですね、気持ちを込めまして送らさせていただいております。まあ、今後ともですね、一生懸命作らさせていただきたいと思いますので、 B ステージともによろしくお願いいたします。よろしくお願いしますありがとうございました。はい、では、この辺で質問は終わりにさせていただきます。はい、ありがとうございました。